の政治家初代ボログダ州知事1946年11月15日軍人の家庭に生まれる。一家はポズガリョフが生まれたと聞きた朝鮮の平壌に住み、父親は対外諜報活動に、母は軍医として勤務していた。1949年父の部隊がソ連極東に移動したのに伴い、ソ連に帰国。 1955年ボログダ州シュ、ジェレポ別に移る。1970年、レニングラード電気工業大学を卒業する。大学卒業後、製鉄所に技師として勤務する。兵役に着いた後、工場に戻り、1978年部門長、コンビナート副総支配人を歴任する。1985年陽光路建設の功績によって、 名誉勲章を授与された1990年チェレポ別市ソビエト執行委員会議長に選出される。1991年ソ連8月クーデター後はソ連共産党を離党。1993年ロシア連邦議会選挙で上院連邦会議大議員に当選した。1996年チェレポ別市長に再選される。 同年ボログダ州知事に選出された。1999年ボログダ州知事に再選。2003年12月7日83%の支持を得て参戦された。また、1997年以降、ロシア大統領付属地方自治評議会評議員を務めている。ぜひ、ありがとうございます。